カ野郎、カメだよカメ、ガード上げろ。あ、カメだ。このバカタレが、一歩立て立て。あの程度か。なんだ、ボディを撃たれて、その後わかんない。おお、ファイブ。おお、少しは根性あるようじゃ。高村君が連れてきただけはありますか。なんでガードを下げたんだよ。ボディを叩かれて思わず。あんたいいぞじゃろ。ほら、両手を上げるんだ。おい、なんでリング使ってんの。俺たちがスパーやるって言ってただろう。知らねえよ。高村さんがなんか変なやつ連れてきたんだったよ。変なやつ？高村さん以上の変なやつはこの世にはいねえぞ。そら言えねえな。いいか忘れんなよ、カメだ。とにかくこのラウンドが終わるまでずっとガードを固めて耐えるんだ。はい。ファイト。何があっても下げんなよ、分かったな。はい。そうだ、そのままガードを下げるな。なんすかあれ。素人、何熱くなったんですか。俺たちのスパーの予定だったんすよ。うるせえ、俺様が借り切った。出た、理不尽だよ。会長がやらしてるみたいですよ。え、そうなの。高村さんの言いつけ通りってとこか。甘い甘い。あ、バカタレ。お手本通りでおねんね。ちっ、さすがにボクシングを知ってやがる。さて始めるか。アホ、ガード下げんなって言っただろうが。だって全然違いすぎま。はあ、終わりかの。くぇ、バカ野郎、ボクサーになれなくてもいいのかよ。それともてめえの決心はそんなもんだったのかよ。葉っぱ10枚取った頑張りはどこ行ったんだ。おお、そうだ、僕はボクサーになるんだ。おい、また立ち上がった。うん、打たれ強いやつだな。よし、よく立った。このまんまいいとこなしで終わっちゃ夢もへったくれもねえんだ。とにかくカメだ、1ラウンド乗り切るまでやりきるんだ。ファイト。次で3度目だ、これで終わりだよ。バカ、あっさりつかまりやがって。すげえ連打。あれ効くな。逃げろ、足を使え、足を。足。なんだそりゃ、もっとスマートにできねえのかよ。だって。ガードを下げた時が終わりだ。下げる、僕が頑張るんだ。ああ、今度は粘りますね。ガード下げませんよ。1ラウンド終了まであと1分。宮田は舐めてかかって利き腕の右を使ってこねえ。左しか出さない今ならなんとか耐えられる。しかしあれだけ連打して倒せねえのか。宮田って意外とパンチ力ねえんだな。まずい。終わった。何？嘘！こらえやがった。なんと。
宮田の右を食らったのか。立ってやがる。くそ。助かった。なんだかんだ言って1ラウンド持たせやがった。ど素人が信じられん。よく持ちこたえたぜこの野郎。すごいですね。見ましたか。ボディ攻めて歯を狙うんですよ。すごいな。同じ年なのにあんなことできるなんて。んなことはセオリーなんだよ。それよりてめえなんでそんなに打たれ強いんだよ。まさか毎日いじめられてたからいくら打たれても平気だなんて言うんじゃねえだろうな。そうなのかな。でも練習用のグローブって言うけど痛いですね。まだ頭がクラクラしてますよ。俺にしちゃよくくっちゃべるじゃねえか。そうなんです。大発見なんです。痛いんだけど痛くないんだな。え、なんだそれ。なんていうか、いじめられてた時は体の痛みよりも自分が情けなくて、もうどうしようもないくらい辛かったけど、なんだか今はいくら殴られても頑張ろうって立ち上がれるんですよね。打ちどころ悪かったのか。どうだ、足に来てるか。まともに動くか。あ、はい、なんとか。そうかい。2ラウンド目からこっちも攻めるぞ。え、でも僕自分から手なんか出したことないからどうやったらいいか。バカ野郎、教えただろうが。え、あ、ジャブ。そうだ。いいか、ドタバタ動いても宮田は捕まらねえ。すり足でじわじわ詰め寄るんだ。はい。自分の射程距離は分かってるな。え、この葉を掴んだあの距離だ。あ、はい。行けそうなら右も使え。はい。宮田、何やってんの。2ラウンドになっちまってんじゃねえか。手加減か。あんまり素人に舐められんなよ。相手は一発も打ってこねえんだ。サンドバッグと同じだぜ。分かってますよ。赤っ端欠かせやがって。だが高村さんがセコンドなんだ。何を吹き込んでんだか。おお、ファイティングポーズ取り寄ったか。脇を締めて拳は目の高さに。なんだ、ブツブツ言いやがって。様になってるじゃん。ハッタリだろ、ハッタリ。どうかな。まだこの距離じゃ葉っぱはつかめない。まだまだ、もう少し。何があるか試してみるか。入った。おお、ジャブを打ち合った。なんてジャブだ。速い、素人じゃないのか。やるじゃん不器用くん。結構早いぜ。いいジャブ持ってるじゃない。だがこれ以上は。今だ、右。はい。なんじゃ、ジャブの方が辛っきしか。あいた。なんだよ今の大振りは。ちゃんとストレート教えただろうが。え、忘れたのか。初めてここでサンドバッグ叩いた時のこと思い出せ。あ、大切なのは踏み込みと腰の回転だったっけ。肩を内側にひねって脇を締めるのはジャブと同じで。まだ始まった。鋭いジャブなのは認めるけど、当たってあげるわけにはいかないよ。宮田め、うめえ。高村さんも驚くか。宮田のテクニックはノーライセンスの域じゃねえからな。自分より上手いんでビビってたらして。息が乱れてきたか。だがここは我慢比べだ。腕が重い。そろそろ腕が疲れてきてるはずだ。死ぬほど重い。もう少し。それじゃあ。死ぬほど重いけどやめるわけにはいかないんだ。今だ。腰、肩。何、ガード弾き
だ。ガキ、行け。もう一発。カード、ガラキ、行け。もう一発。今のが入ってればな。パンチ力はありそうだ。あいつ結構やるじゃん。俺なら決めるぜ。惜しかったな。左も右も結構いけんじゃねえか。どうも浮かれてんじゃねえ。今まで俺が教えたこと全部言ってみろ。左ジャブとガードとすり足、それと右ストレート。よし、次のラウンドは全部使うぞ。ガードを上げて接近して左から右だ。わかったか。はい、左から右か。なんだかんだ言って3ラウンドまで来るとはな。ど素人くんの右が当たるか、宮田のテクニックが勝るか、意外に目の離せない展開になりそうだぜ。そんな甘いことはありえねえ。一見押してるように見えるが、一歩のパンチはまだ一発も当たってねえんだ。2ラウンド終了間際の右ストレートは千載一遇のチャンスだった。あれを活かせなかったのは痛えぜ。宮田は二度とあんなミスを犯さねえ。それどころか奴に火をつける結果になっちまった。次のラウンドはマジで来るはずだ。素人野郎の右が当たれば面白いんだけどな。どうも宮田意外とパワー不足みたいだし、案外あいつの右にビビってたりして。分かってないな。力でねじ伏せるのがボクシングだと思ったら大間違いだぜ。要はタイミングと人間のウィークポイントを確実に打ち抜ける技術さ。ガードを上げて左から右、左右、何だ。おお、左右、左右。今度はワンツーまで。恐れ入ったぜ。へえ、やるじゃない。素人とは思えないぜ。さすがの宮田も防戦一方だ。野郎やけにおとなしいじゃねえか。何か狙ってやがるのか。確かにすごいパワーだ。しかし覚えておくがいい。ボクシングには、こんな倒し方もあるんだ。そうか、チンを狙ってたのか。顎をえぐられると頭蓋骨に浮いている脳が左右に振られ、一時的な機能障害に陥るんじゃ。なんだこれ。しかし見事に狙い通りに当てよっておる。決まりですかね。やられた。さすがだぜ。意識はしっかりしていても体が言うことを聞かない。立てないはずだ。なんで立てるんだ。左、右、左、右。あ、一歩。今度こそ。一歩立て。バカな。終わるもんか。ボクサーになるって決心したんだ。あと一回ダウンしたら終わりだぞ。残り少しだ。頑張れ一歩。はい。すごい。あの状態でパンチが死んでもらう。見ちゃいられねえ。顔の形が変わってきちまった。なんであいつあの状態でまだ手が出せるんだ。
立ってられねえぞ普通。やつを支えてるのはボクサーになりたいって一念だけだ。その思いだけでやつは宮田のパンチに耐えてやがる。倒れないぞ倒れないぞ。生まれ変わるボクサーになるんだ。なんて小僧じゃ。痙攣する足を強引に抑え込んでこらえおった。なんでだ、なんで倒れないんだ。屈辱だよこれは。今まで覚えてきたボクシングは全て否定されてる気分だ。左右、はあ、やった。失ってやがる。誰かバケツに水汲んでこい。あ、は